こんにちは、たかしです。今日はメルカリで服が売れたので梱包から発送までやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、用意するものは、こちら。まずは、売れた商品ですね。こちらのズボンが売れました。で、セロハンテープとビニール袋、そして、宅急便コンパクト専用ボックスっていう、これセブンイレブンで売ってるんですけど、今日はこれに入れて商品を送りたいと思います。ちなみに畳んでない状態だとこんな状態になりますね。まあ僕よくメルカリ使うんで、こうやってセブンイレブンで何枚か買ってストックしてます。はい、それでは梱包していきましょう。ズボンを持って、この裾部分をまずここで決めちゃいますね。まあここまでですよね。ここからはみ出すと箱にきちんと収まらないんで、ここで決めて、で横、こっちの奥の方はこの壁に当たるので、ここで止まるんで、でここで一回折ります。でまたこの横ははみ出さないように、ここでまた折ると。でもう一度折ると、こっちに。そうするとですね、ここの部分、まあ、はみ出すじゃないですか、箱から。だからここの部分を内側に折り込む。はい、内側に折り込みます。そしてもう一度パタンと折る。はい、折りました。そうするとですね、このベルトループの部分がね、ちょっと箱からはみ出すので、これを内側に折り込む。こんな格好ですね。こんな格好で内側に折り込む。はい。はい、これでぴったり入りました。で、あとは最終的にこういうとこのシワとか伸ばしたりとかして、ピッピッと、きれいにして、はい、これで収まるので、これで箱から一旦取り出します。一旦箱から取り出して、でビニール袋に入れる。であとはこんな感じでピシッとビニールに折り込んでいって、でまあ箱に入れちゃうんでね、セロテープで止めたりする必要もないと思います。このまま入れちゃって、はい、こんな格好で入れちゃって、あとはまあこういろいろ組み立て方ってこうやって書いてありますんで、箱にこれに従って折り込んで、折り込んで、内側も折って、あとはここにテープついてますんで、テープを剥がして、このテープでピッと留める。はい、これで梱包完了でございます。はい、それでは梱包が終わりました。こんな形でね、梱包が終わりました。で今回はですね、売れたのがこのズボンだけじゃなくて、まあ本が2冊売れたんですよね。もうこんな感じで梱包してあるんですけど、こういう複数の商品を発送するとき、まあセブンイレブンで今日発送したいと思ってるんですけども、まずカウンターにこれメルカリでお願いしますって言うと、まあ、送り状をお店の人が出してくれるんですけども、送り状、まあ当然3枚出てくるじゃないですか、商品が3つあるから。でその送り状を貼り間違えちゃったら大変じゃないですか、別なところに行っちゃうんで。なので送り状の貼り間違いがないように、僕は送り状出す前にスマホでバーコードっていうのを出して、店員さんにそのバーコード見してスキャンしてもらって、送り状出してもらうんですけども、その送り状の、受付番号っていうのがちゃんとスマホで確認することができるんで、その受付番号の下4桁を、まあ、こうやってメモっとくと送り状が出てきて、その送り状のに書いてある下4桁とここの、下4桁、自分でメモっといた下4桁が、一致する送り状をここに貼って、
って送れば間違いなく買ってくれた人のところに届きますので、間違ったこと僕ないんですけど、間違いそうになる時はありますね。やっぱりこう複数送ろうとするとね、あれあれって、まあコンビニの店員さんもちゃんと、まあね、その商品ごとにちゃんとこう送り状を出してはくれるんですけどね、あんまり点数が多くなるとね、ごちゃごちゃになっちゃう可能性もあるので、これメモっとくことを複数出すときはお勧めします。はい、ということで今回はこちらの宅急便コンパクトという箱にズボンを梱包してこれから送りたいと思うんですけども、この宅急便コンパクトの下のサイズで猫ポスっていうのがあるんですよね。これは専用ボックスになるんですけども、サイズがやっぱりこう厚さも変わってくるし、まあ箱のなんつうの表面積的にはこっちの方が大きいんですけど、まあ容量としてはこっちの方が入りますね。で、送料がまあこっちになるとだいぶ安くなるんですよ。こっちだと380円、こっちだと180円、まあ箱自体の値段はほぼほぼ同じぐらいなんです。こっちで70円、66円なので、まあもっと安く済ませたい人はこっちの方に頑張って入れるのにチャレンジしてみてもいいかもしれないですね。ただこっちに入れるとなると結構大変だと思うので、あの圧縮袋みたいなのを使って空気結構抜いたりしてもしないとちゃんと入らないような気はしますね。なのでそんな頑張りたくないんで僕はこっち使います。ということで、じゃあセブンイレブン行ってみよう。連れてって私をセブンに連れてって、夏が過ぎセブンイレブン、メルカリでズボンが売れたから、セブンに行って売ってくる、送って送って送りまくる、夢が覚め目梅の後、メルカリは閉じて呼びかけたままで、夢はつまりメルカリの後先、当日発送してあげよう、高評価がつきますよ、イエーイ、メルカリ来た、セブンイレブンの看板が見えてきた、セブンイレブンいい気分、ふう最高、来たぜセブンイレブン、メルカリ行ってくるぜ、メルカリメルカリ到着で、セブンイレブンで商品発送してきました。今日売れたやつはですね、今日の朝出品して2時間後ぐらいにもう全部売れたんですけれども、メルカリって結構ね高く売れるし、すぐ売れるのでおすすめです。ということで今日は以上で終わりたいと思います。高橋でした。またお会いしましょう。バイバイ。